のオレゴントレールオレゴントレールは19世紀北アメリカ大陸の西部開拓時代にアメリカ合衆国の開拓者たちが通った主要道の一つであるオレゴントレールはマニフェストデスティニーすなわちアメリカ合衆国を大西洋から太平洋まで広げるという文化的目標の達成に貢献した滅場車で大陸の半分にあたる2170マイルを5 6ヶ月かけて旅した童貞は、後に、ミズーリ州、カンザス州、ネブラスカ州、ワイオミング州、アイダホ州を呼び、オレゴン州となった6州にまたがっていた。1841年から1869年の間、オレゴントレールは、現在のアメリカ合衆国となった、太平洋岸北西部に移住する開拓者に使われた。1869年に、 大陸横断鉄道が開通すると、この道を長距離で旅する人は減少し、徐々に鉄道に置き換わっていった。旅の後継現在のアメリカ合衆国を横切る、最初の陸路は1804年から1805年にかけて行われたルイス・クラーク探検隊の取った経路だった。探検隊は西海岸に至る実際的な経路を発見したと信じた。 しかし、ロロパスと呼ばれる、ロッキー山脈を抜ける経路は、滅場者が通るには、難しすぎるということが分かってきた。1810年、ジョン・ジェイコブ・アスターが、アスター遠征隊を起こし、アストリアトリデのあるコロンビア川川口に、毛川の交易所を作るために、陸路の物資供給経路を見つけようとした。 アスターの同行者の大半やそのスタッフ全員は元、ノースウェスト会社のコインであった。この地を領土としていたインディアン部族の、ブラックフット族の攻撃を恐れた、遠征隊は、ルイス・クラーク遠征隊の経路よりも南の峠を選び、現在のサウスダコタ州から、ワイオミング州に入り、スネーク川を下ってコロンビア川に入った。遠征隊のメンバーでノースウェスターの、 共同経営者でもあったロバート・スチュワートたちは、キロ東方に向かった。遠征隊は閉じ、峠道サウスパスを見つけた。これは広くて、高度の低い峠で、ワイオミングで、ロッキー山脈を抜けるものである。遠征隊は、プラット川を通って、旅を続けた。この経路は、滅ば車でも通れることが分かった。スチュワートの日記にはその細部まで行き届いた描写がある。 遠征隊が、キロに着く前、アメリカ毛皮会社のスタッフが、イギリスのノースウエスト会社のスタッフに取を打った。ノースウエスト会社のスタッフは、米英戦争の時にスネーク川経由で、その交易所を運営した。アストリアトリでは、米英戦争の終戦で、アメリカ合衆国に返還された。しかし、イギリスのハドソン湾会社がこの地域の毛皮交易を、 管理するためにやってきて、特に1821年のノースウエスト会社との合併後は管理を強めた。しかし、西部の開拓はすぐには始まらなかった。1806年のゼブロンパイク中尉や1819年のスティーブン・ロング少佐による遠征隊の報告書では、グレートプレーンズを人間が住むには適していないとし大アメリカ砂漠とも表現していた。 この記述は主に木材や地表水が比較的見られなかったことに基づいていた。砂の王や荒れ地のイメージが砂漠という言葉で増幅され、バッファローの大きな群れに関する多くの報告書では和らげられた。小柄ら大水槽が発見されて考えに使われ、鉄道が遠隔地の市場まで農業生産物を運び、木材を運んでくるようになって、 初めて開拓が進み始めた。この間、グレートプレーンズは、大方の開拓者たちの興味を引かないままであり、特に、オレゴンの肥沃な大地、大きな川及び海溝と比較した時はそうだった。オレゴントレールの経路は1823年には、すでに、フランス系カナダ人の毛皮交易業者や、探検家によって調査が進み始めた。この道は1830年代には、 ケガワ易業者、電動車、軍隊の遠征軍などに頻繁に使われるようになった。それと同時に、個人の小さな集団や時には、家族が道をたどり始め、ワシントン州のバンクーバートリデまでたどり着いた者のもいた。1839年5月1日、イリノイ州ピオリアの人々が、アメリカ合衆国のためにオレゴンカントリーに、 植民として入り、また、そこで活動するイギリスの毛川交易会社を追い出す、ために故郷を出発した。ピオリア隊の人々は、オレゴントレールに足跡を残した、最初の開拓者であった。この人々を、トマス・ジェイフ・ーナムが引率し、自分たちのことを、オレゴン・ドラグーンズと呼んだ。人々は、オレゴン、さもなくば、墓場をという標語を書いた、大きな旗を持っていった。 この集団は、経路の途中で分かれていったが、そのうちの何人かは、オレゴンに到着し、その地域の初期開拓者の中でも著名なものとなった。1842年5月16日、ミズーリ州エルムグラブから、オレゴントレールを通る、最初の滅場社隊が組織されて出発した。これには100名以上の開拓者が参加したが、 タイに入っていた人によってその数は様々であり、ある者は160名の大人と子供がいたと語り、他の者のは105名に過ぎなかったと言った。このタイを率いたのは、イライジャ・ホワイトであり、この地域の最初のアメリカの役人として、オレゴンのインディアン準代理人に指名されていた。バンクーバーのハドソン湾会社の支配人、ジョン・マクローリンは、 アメリカの移民を奨励しないという会社の方針にも、かかわらず、アメリカ人開拓者には、眼健な人々が植えるのを見るに忍びず信用菓子で、食べ物や農業用具を提供した。開拓を進める最大の推進力は、無償の土地を提供したことだった。1843年、ウィラメットバレーの開拓者たちは52対50という、結果になった投票で、 地域内の土地所有権を明らかにする憲法を採択した。結婚している夫婦は640エーカーまでの土地を無償で所有でき、単身者は320エーカーを所有できた。1848年、アメリカ合衆国は公式にオレゴンカントリーをアメリカの順州と宣言した。そこは1846年のオレゴン条約で実質的に区分されていた。 1850年の土地寄付法が、それまでの法律に置き換わったが、それ以前の所有権は認めた。1850年以降の開拓者は、結婚している場合は、半区画320エーカーの土地、単身者は4分の1区画160エーカーの土地の所有を認められた。4年間の居住と農耕が条件であった。1854年、 土地は無償ではなくなったが、当初は1エーカーあたり1.25ドル、すなわち1ヘクタールあたり0.51ドルと安価であった。1843年の大移住あるいは、1843年の、滅場社隊とは、マーカス・ホイットマンに引きられたおよそ1000人の移民が、ウィラメットバレーに到着したものである。その後に、何十万人もの人々が続き、 特に1848年にカリフォルニアで金鉱が発見された後に増えた。オレゴントレールは南北戦争の間も使われていたが、1869年に大陸横断鉄道が開通した後は交通量が減った。1890年代までは利用が続き、現在では高規格道路がオレゴントレールに並行して走っている。アメリカ国道26号線は、 オレゴントレールのほぼ全工程を通っている。大陸横断鉄道ができる前の初期開拓者が通った経路は南アメリカのホーン岬を回る海上経路か南北アメリカの中間にある地境を通るものであった。パナマでは障害となる湿地や熱帯雨林が待ち構える中をラバの隊列で南行苦行して通っていった。太平洋岸に出ると船に乗り換え、 通常サンフランシスコに上陸した。ミズーリからオレゴンまでの経路には多くの切り通しや近道がある。基本的な経路は川の峡谷を抜けている。当初ミズーリ州インデペンデンスすなわちカンザスシティを出発してワカルさ川の南、サンタフェトレールを歩む。カンザス州ローレンスでオリード山を越えた後、 トピカの近くでカンザス川を渡り、ネブラスカの方に折れて、リトルブルー川に沿って行き、プラット川の南岸に至る。プラット川、ノースプラット川及びスウィートウォーター川をたどっていくと、ワイオミングで、ロッキー山脈のサウスパスに到着する。サウスパスからはほぼスネーク川に沿って下り、オレゴン州ダラスでコロンビア川に出会う。そこから、 ウィラメットバレーに至る経路には長い間にできた、いくつかの脇道や、経路の選択肢があるが、コロンビア川を船で下るやり方や、サンティアム馬車道、アップルゲートトレールあるいは最も人気のある、経路として、バーロー道路がある。エルムグラブから編成されて出発した、最初の数体は、オレゴントレールの出発点を水売り川沿いにある、インデペンデンスあるいはカンザスシティの、 ウワストポートとしていた。水売り川沿いにあるいくつかの町からも、隊列を送り出しており、出発点だと主張している。ウエストン、フォートレブンワース、アチソン及びセントジョーゼフである。オレゴントレールの終着点は、当時オレゴン準州の州都として提案されていた、オレゴンシティであった。しかし、多くの開拓者は途中で道を外れていくか、手前で止まり、 経路沿いの都合の良い土地あるいは、善と有望な土地に定着した。開拓者に同行して西部に行った商人はこれら、開拓地の繁栄のために必要な地域経済の確立のために、初期開拓者たちを支援した。ネペルセ族や、少々兄族など、友好的な部族は、他のインディアン部族から、滅場社体を護衛してくれた。オレゴントレール沿いには、多くの道がある。 これらには、イリノイ州から、ユタ州に至るモルモントレールやカリフォルニアの近郊地に、至るカリフォルニアトレールなどがある。また、経路沿いの多くの場所で、カットオフと呼ばれる、別の道があり、近道をしたり、あるいはより難しい地形を通ることもできる。ランダーサブレットのカットオフは、主要経路よりも山を抜ける近道であり、ブリジャートリデを迂回している。後年 ソルトレークをカットオフしてソルトレークシティに行く道ができた。この他にはブリジャートリデからオレゴントレールを分岐しカリフォルニアトレールの途中へと至るヘースティングズカットオフがあり西部開拓時代の悲劇として著名なドナー隊が利用したことでも知られる。アイダホ州、カンザス州、オレゴン州及びワイオミング州に残っている銅は国定歴史史跡に登録されている。 オレゴントレールでは、多くの岩の形状が有名な投票となり、それらを開拓者たちは、道しるべとし、また次にやってくる開拓者へメッセージを残した。開拓者が遭遇した、最初の投票は、ネブラスカ州西部のコートハウスジェールロック、チムニーロック及びスコッツブラフである。ワイオミング州では、レジスターブラフと呼ばれる投票となる崖や、 インデペンデンスロックに開拓者の名前が彫り込まれている。道沿いにあるアイオミングの道標エアーズ自然郷はその名前で、州立公園となっている。ホロバシャオレゴントレールは、距離が長く当時の東部で、貨物輸送の大半に使われた標準的コネストが、ホロバシャでは厳しいものであった。これら大きな荷車はそれを引く、牛の隊列も、 皇帝の3分の2くらいで死んでしまい、その不幸な所有者は、荒涼とした、孤独な大地で立ち往生してしまうという評判があった。そうした時の唯一の解決法は所持品をすべて捨てて、抱えたり引きずっていける物資や道具と共にとぼとぼと歩くことであった。1846年のカリフォルニアトレールの場合、カリフォルニアを目指したドナー隊は11月の、 シエラネバダで豪雪に阻まれ、生き残ったものは人肉を食する手段に訴えるしかなかったと言われている。このことでにわかに大型滅場車が開発された。この馬車は大きなコネストウが滅場舎の半分くらいの大きさであるが、大量に生産された。オレゴントレールの条件に合うように設計されており、当時の技術としては傑作であった。 荷車の多いは雨を引くように雨に湯が塗られていた。しかし、この頃でも結局は、雨漏りがした。推奨された食料は、成人男性一人につき、小麦粉150ポンド、コーンミール20ポンド、ベーコン50ポンド、砂糖40ポンド、コーヒー10ポンド、乾燥果物15ポンド、塩5ポンド、重曹0.5ポンド、紅茶2ポンド、米5ポンド及び、 豆類15ポンドだった。オレゴン巡州への移民は大移動の年である1840年から1852年の間に大きく膨れ上がった。ウィリアム・イーヒルによるオレゴントレールの統計によると移民の数は1840年の13人から4年後には1475人になり、その後も倍々で増えて1847年には4000人に達した。 1850年の前には少し落ち着いて6000人がオレゴンに向かった。1851年は減少して3600人となったが、1852年には1万人に急増した。この同じ年にユタ州とカリフォルニア州には6万人ほどが移住した。1853年から1854年にかけては1万3500人が移住し、オレゴンが 州に昇格した1859年には5000人が移り住んだ。1840年から1859年までの20年間で約5万2000人がオレゴンに移住したが、その5倍近い人々がカリフォルニアかユタに殺到した。数字は大きく見えるが特に時代を考えると31の州の故郷に泊まることを選んだ人々はさらに莫大な数に上る。 このことについての説明は、通説では、当時の案内人キットカーソンが、臆病者は出発しなかったし、弱い者は途中で死んだと言ったということで、表されている。ある資料では移民の10分の1は、途上で倒れたという。西部開拓とオレゴントレールは特に開拓者の、経験を伝える多くの歌に残されている。アンクルサムの農場は、 東海岸の住人に今すぐおいで。土地は十分に広くて怖がるには値しない。アンクルサムは金持ちで農場を与えてくれると歌って移民を奨励した。ウエスタンカントリーでは歌い手がもしも馬が全くなければ私が引っ張っていこう。このロッキー山脈を越えてオレゴンへ行こうと誘った。1995年から1998年に 新しい自動車を購入するとき、オレゴンの人々は、追加料金を払って、特別のオレゴントレール記念ナンバープレートを、購入した。オレゴントレールの物語から、オレゴントレールという名前のコンピュータゲームも作られた。ありがとうございます。